コンデ美術館はパリから4 0トルほど北のシャンティにあるフランスの美術館である。1897年、国王ルイ・フィリップの息子であるオマール公、アンリ・ドルレアンが死亡し、シャンティ城とコレクションの全体がフランス学士院に移蔵された。移蔵内容には美術館として改装された居室とともに歴代コンデ公及びオマール公、 アンリ・ドルレアン自身によって18世紀から19世紀にかけて改装された古い大小の居室が含まれている。所蔵品の中でもオールドマスターによる絵画はおそらくフランス屈指の重要性を誇る。主にイタリア絵画とフランス絵画からなり、例えばフラ・アンジェリコが3点、ラファエロが3点、ニコラ・プッサン5点、アントワーヌ・バトウ4点に、ドミニク・アングルが5点ある。 2500点の素描作品も所蔵しており、蔵書の中には1500点の写本が含まれ、そのうち200点は装飾写本であり、有名なベリー公の糸も豪華なる自童書もある。他にも、版画、ミニアチュール肖像画、彫刻、初期の写真や装飾芸術、家具、そして陶磁器のコレクションを収蔵している。オマール公の意思により、 所蔵作品の貸し出しは禁止されており、また作品の展示室にも一切の変更が禁止されているため、コンデ美術館のコレクションはシャンティーでしか見ることができない。結果的に展示手法が1898年の美術館、開館以来一切変わっていない。この美術館の入場者数は毎年およそ24万人である。年に4度開催される特別展では、 普段は収蔵庫に収められている作品の一部を見ることができる。アンリ・ドルレアンはオマール・コという社位で呼ばれることが多いが、生涯を通じヨーロッパで彼の祖先たちが所有していたけれど、戦争や革命によって散逸してしまっていた芸術作品を収集した。作品の収集にとって、ひときわ役立ったのがイギリスへの亡命期間であった。フランスに戻ると彼は、 シャンティの辞書への城の再建に取り掛かり、そこに再び集めた作品を収めようとした。グランシャトウは1885年に完成した。コンデ公爵家の遺産劇大コンデ公たちは、大画家の絵画と彼ら一族の肖像からなるコレクションを徐々に形成していった。シャンティ城において絵画が展示されるようになったのは、1643年、大コンデの時代からである。城には、 大根での肖像画の他に、彼が様々な戦争で挙げた武勲を表す作品群も保管されており、現在は、公爵区伝の戦闘の間にある。フランス革命の際、コレクションが散逸し、いくつかの絵画作品は失われてしまった。王政復古期に、ブルボンコンデ公、ルイ六世アンリはコレクションを再興しようとし、ある程度の数の絵画を再収集した。あるには、フランス画派、 フランドルガ派とオランダガ派の資料画と肖像画である。先のコンデコーの相続人であるオマールコー、アンリ・ドルレアンは、そのすべてを相続した。コレクターの初期オーリンズハウス、アトウィッケナム、レザデンス・ジュトゥック・ディ、アマル・ロース・デ・サン・エキシール・エ・ヌ・ワン・ラテア・オマルコー、アンリ・ドルレアンは、新しい妻マリー・カロリーヌ・ド・ブルボン・シシルのために、整えた。 シャンティー城のプティシャ島の中の居室を飾るため、1844年より作品の購入を始めた。初期の購入作品はいくつかの18世紀の肖像画で、ラルジリエールとジョゼフ・ジフラン・デプレシによるものを含む。だが、オマールコーが本当にコレクターとしての道を歩み始めたのは1848年、亡命への出立以降であった。1852年に、 ルイナポレオンは、オマールコとオルレアン家に対し、摂収下にある財産の売却を求めた。これにより、オマールコは、かなりの資金を即座に使えるようになった。1850年から、彼は、父親の死を機械に売りに出されたコレクションの取得を、開始し、テオドールジェリコによる、旧舎を出る馬を買い上げた。1852年、 ロンドンの邸宅であるトゥイッケナムに今日定めると、彼は幾人かの助言者の助力を得つつ、コレクション形成に集中するようになった。彼が選んだ作品群は二つの方向性を示している。つまり、彼自身の巧妙な祖先たちに関連するか、彼らが所蔵していた諸作品、それからもう一つの方向としては、彼自身を亡命に追い込んだ、フランスの威信ある歴史の記録である。 コレクションの大規模取得と限定的な購入の併用1854年、オマールコーは義理の父親であるレオポルドド・ブルボンシシルの収集品を取得するが、このコレクションには現在展示されているイタリア絵画の半数以上が含まれていた。それと同時に、彼は公的なオークションでニコラ・プスさんの英字虐殺を購入した。愛書家としても専門の知見を持っていたオマールコは、 中世の彩色写本も購入しており、その中には1856年に、イタリアで手に入れた、ベリーコーの糸も豪華なる、自動書がある。1861年に、ルーブル美術館の学芸員をしていたフレデリック・レゼの、コレクションが、売り立てが行われたことは、現在コンネ美術館で最高級の、デューラー・ラファエロ・プッサンラの素描を取得する機会となった。 1869年、メゾン公爵のコレクションを購入すると、18世紀絵画と19世紀のオリエンタリズム絵画が加わった。1869年のドレスセールでの売り立てにおいては、オマールコはラファエロのオルレアンの聖母を購入することに成功した。この作品は、作品名にも記されているようにオマールコの一族に属していたものであった。 1871年にフランスに帰国しアカデミー会員になったオマールコはコレクション獲得を続けた。1876年、オマールコはサザランド公爵の下でアレクサンドルルノワールによって収集され、ロンドンのスタフォードハウスに保存されていたフランス人の肖像画コレクションを買い上げる。つまり、クルーエ、ディオンのコルネイユ、ミニアール、 そしてフィリップ・ド・シャンパーニュのものである。3年後には、イタリア初期ルネサンスの諸作品やプスサニー1点、そしてジェラ・ルヤ・アングルの作品群を含むフレデリック・レ・ゼのコレクションを買い上げた。1881年は、クルーへとカーリスルに、当時帰属されていたカトリーヌ・ド・メディシスのコレクション由来の311点の肖像画の番だった。その後は、 さらに規則的に購入が行われるようになる。1885年には、三シン1890年には、コローの田園の総額。1891年には、ジャンフーケ作のエティエンヌ・シュバリエの自答書からの40用のシャフォンバス水、写本抜粋。1892年には、フィリッポリッピの、アハシュエロス王に選ばれる、エステルである。 大広間中央にあるポールディボーアサのオマール港、共造彫刻1875年に、オマール港は建築家、己止めと共に、フランス革命の後に破壊されて以来、さら地になっていた大地に、グランシャ島を再建するプロジェクトを行うこととした。それ以来、オマール港は自身の居城と客間に加えて、彼が収集したコレクションを収蔵し展示するためのギャラリーを構想するようになる。 とりわけ、エクアン城に由来するプシュケの神話のステンドグラスを展示するためのガラスのハマった回廊が構想された。この大仕事は1882年に完成し、1885年には内部も整備される。建築家どめはサンチュアリオやトリビューナのような小部屋を重視し、自然光で照らした。内部装飾には当時の有名な芸術家たちを起用した。画家、ポール・ボードリー。 彫刻家アンリ・シャピュロラン・マルクスとジョルジュ・ガルで、金細工使のエミール・フロマン・ムーリスなどである。1886年から1889年にかけての2度目の亡命の際には、オマール校は母屋を美術館に劇場を図書室に再建した。オマール校は定期的に客を招いて、接待の際には上官を案内させコレクションを見せた。 1872年から1897年に行われた再建の工事にかかった費用は推定で536万5758.17フランと言われる。1878年3月より、オマール港は気候の良い時期、つまり6月1日から10月1日の間、毎週木曜と日曜に城を一般公開することを決める。 1884年6月3日の遺言書において直接の相続人がいなかったオマール公はそのコレクションをシャンティの他の領地と共にフランス学士委員に移送した。彼自身もすでに学士委員に従属する2つのアカデミーの会員であった。1871年よりアカデミーフランセーズ、1880年より芸術アカデミーの会員だったのだ。この移送は 彼にとっては、コレクションの散逸を防ぐ手段である。当時のオワーズ県知事で、その後外務大臣となる FR ジュスタンドセルブが、この寄贈について示唆したのであろう。1886年6月22日の国外追放によりオマール港は再び居城を去ることを余儀なくされ、それ以降は、この遺贈を、使用権を確保した上で、生前の最終的な寄付へと変えた。 1886年10月25日に証書,書が公示された。この寄贈の条件は非常に厳しいものである。つまり、作品の展示の変更は許されず、コレクションの売却や貸し出しも認められない。寄付の証文は1886年12月20日の大統領令により最終的に受け入れられた。その法令によると、 上官の運営式は3人の学芸員が共同で行うこととされ、アカデミーフランセーズの会員より1名、芸術アカデミーの会員より1名、そして他のアカデミーから1名の会員がその任に当たることとされたが、実際にはこの最後の1名は、非文、文芸アカデミーか政治道徳アカデミーから選ばれた。日常的なコレクションの管理のために、学芸員うんこが任命されたが、 初代はそれまでオマール公の秘書であったギュスターブ・マコンであった。三人の学芸員及び学芸員補には公園入り口にあるアンギアン城の中に住居が与えられたが、そこに居住することが義務付けられたのは学芸員補のである。この寄贈はオマール公が死去する1897年8月7日に有効となる。入場門にはブルボン・コンデ家の紋章をかたどった。 美術館の看板が掲げられている。ギュスターブ・マコンの美術館 ABC プルマリス・デ・ミュージズ2011レジャーナル・デ・アーツ15から26トリスコープ2009 2011年1月16日閲覧。ABCD アルベルト・シェイティレイシャンティムーゼイ・コンダグストブ・メイコンシャンティ・イル・ムーゼイ・コンダオーパス CIT p244 から250位272から278人、ピエール・ベイブルーン、レ・シャトー・デ・シャンティ、パリ、スカーラ、ドメーヌ・デ・シャンティ、1999、247、p、ラウール・デブロイ、シャンティ、1964、p216、レーモンド・コゼルズ、レ・ドゥック・ディア・アマル、パリ、タランディア、1984から1998、 三イエディー、四百九十、ピージーン、ピエール・ベイブルン、レシャトーデシャンティ、オーパス、CIT、P 二百二十八から二百二十九。ありがとうございます。